また来たのか。それが何か問題あるのかな。で、何をしに来たんだ。真実の片鱗に触れ、その答えを得に来たわけではあるまい。帰れ。お前にそれを答えても無駄なこと。理解できることを伝える必要などないだろう。まったく、人間とはなんと暇な生き物なんだ。それをお前に言う必要はない。何歳とは何のことだ。そんなものに興味はない。私は私の真実、ただそれだけのために行動するのみ。他のことに興味を持つことも気を引かれることもない。私が何かを口にする必要があるとでも思っていたのか。そんなもの必要がない。そういうことだな。そんなことはないだろう。私にとって食べるという行為に意味がないというだけだ。何がだ。突然何をする。ねえ、もっとないの。今のもっと食べたい食べたい。ねえ、あるんでしょう。ちょうだいよ。私内緒にするから。だからいいでしょう。まあ。
たが意地悪する。ふわはまた来たのか。絵じゃないだろ。わざわざここまで来たのはお前じゃないのか。何のことだ。だから一体何を言っている。また来たのか。お前も飽きないな。様子だと。誰のだ。私の様子を監視して何をしでかそうというんだ。この間からわけのわからんことばかり言っているな。おい、今回はあっさりと引き上げるんだな。それに体調が優れないようにも見える。何かあったのか。いつも同じことばかり言うのは、お前が無意味に私に近づいてくるからだろう。前にも言ったと思うが、私はこの世界の守護者、そして安定を望む者。お前は世界の解放を使命としてこの世界に存在しているが、同時にいるだけで安定をもたらす存在でもある。だからお前の精神に異常をきたすような状況は世界全体として望ましくないのだ。そうだ、そうだ、そうだな。私は人間のことはよく知らないのでな。自分ではどうしていいのかわからん。だが以前、人間は不安を感じた時に他者との接点やぬくもりを求めるものだと聞いたことがある。そういったものには優しく手を差し伸べ抱きしめるのが一番だと聞いた。そうすることにより精神を落ち着かせることができ、心身ともに安定した状態を生み出すこととなる。イエルにだが、どうした。
何かおかしなことがあるか。同じ人間同士違いがあるわけでもあるまい。そんなものなのか。やはり人間は分からぬものだな。どうした、何か顔色が悪く見えるか。そうか、なら全く問題ない。悪いと思うなら用もなく来ることをやめてほしいものだな。そんなことはない。ただちょっと考え事をしていたのでな。終了。今はそんな気分じゃない。聞かないのか。私は貴様に聞いて欲しかったのかもしれないな。らしくないような。分かってる、分かってるんだ。私もなぜ誰かに話を聞いてもらいたいと思うのか分からない。ずるい。いつもふぬけてるくせして、こういう時には真剣になって。
私はこんな奴に負けたというのか。私の世界は今戦争を起こしている。大国同士の権力争いから始まった大きな戦争だ。私の国は緑豊かで小さいけれど、本当に平和でいい国だったんだ。けれどそれでも戦火は免れなかった。私の国も戦いに参加するように大国から令状が下ったんだ。父や兄たちは仕方のないことだと私に言った。戦火はますますひどくなる一方で、私の国もその影響を色濃く受けた。私の国にも他国の兵士が入り込むようになり、次々と民衆を襲っていった。いなくなった親を必死に探し回る子供、子供を亡くし呆然とする親、目の前で切り殺された恋人のむくろを抱く男、私は知っていたんだ、見ていたんだ。それなのに私は逃げたんだ。姫だから、女だから、あなたは死んじゃいけないと地下の秘密路に連れられて、私は逃げたんだ。父や兄たちは国のために必死で戦っているのに、私は逃げた。目の前にある悲しみから全て目をそらして、私は女だから、弱いから、何もできない代わりに全てを見捨てて逃げたんだ。だからここに来た時は絶好の機会だと思った。ここで強くなれば今度こそ私は逃げなくて済む、そう思
私は貴様に勝てもしないのに強くなった気でいて全然ダメだった。こんなんじゃ何もできない。弱いままなら私はまた逃げ出してしまう。私を私は逃げていたんだ。自分の弱さから。あの時も今も。守りたいものを守る。本当に貴様というやつは元の世界に帰ると簡単に言うけれど、その手立てはあるのか。バカ、何の手立てもなしに帰れると思ってるのか。行動を起こせと言ってるのは貴様だろうが、もっと具体的な案はないのか。例えば誰かに帰る方法を聞いてみるとか。そんなことでいいのか。私は貴様が時々羨ましくなる。貴様が私に勝った理由がわかる気がするよ。私は弱い。昔も今も逃げてばっかりだ。けれど、今度こそは逃げたくはない。私はやはり逃げるということが嫌なようだ。だけど今度は貴様がいる。だから私を見ていてくれないか。私が今度こそ逃げ出さないように。一緒に帰ろう。今度こそ逃げ出さないためにも。夢の中だよ。よってほどでもないけど、一応報告しておこうと思って。おめでとう。第一段階突破だね。そのセクレト、よく見てみなよ。そう、
これであんたはようやく認められたのさ。セクレトを完成させることがこの世界を出る鍵となる。あんたが帰りたいと望むのなら、これを完成させなければならない。ま、頑張りなよね。セクレトが動かせるようになる基準なんて、俺が知ってたらさっさとあんたに伝えてるよ。うるさいな。別にいいだろ、あんたには関係ない。ま、あとは自分で頑張りなよ。じゃあね。